霞ヶ関につけます虎ノ門および霞ヶ関です、また店が見つかったんで一応こっちの方に来てみました。霞ヶ関ビルディング、この間、バルバラとベルギービール、これね、ベルギービールの店、ベルギービール、まあ、一応この5番出口が一番近いみたいですね。5番出口、そっからまっすぐ行くと右側にあります。今ご案内します。ここに三井ビルディングがあります。右側に山の下今日は台風が過ぎてね、ちょっと爽やかで歩きやすいです。もうここを抜けるとすぐ、お店があります。霞ヶ関ナレッジスクエアですね。霞ヶ関山頂目指せです。バスは使わないから皆さんわからないですよね。今度電車ですからね。ここを越すと多分も今日行くお店の分かりやすさっていうのも結構大事なんですよね。あんまり右行ったり左行ったりすると大勢集めるの大変なんですよ。あ、届き着きました。どこでご案内した場所です。あそこはバルバラで、向こうがベルギービールのベルギーカフェです。霞ヶ関ビルディングですね。ここはね、ダイニングです。また皆さん後で詳細をお願いします。それ自分の感じでした。結構